はい、どうも、アンソニーです。今日はね、ちょっとメイヤさんがね、いないんで僕一人なんですけれども、早速やっていきたいと思います。で、今日のデッキはね、こちら。ミネアですね。まあ、そしてですね、まあ見てわかるように、ラーミアがいます。ですね、コントロール軸になってて、結局処理をしまくって火力面がほぼゼロですね。なんで、相手を倒す手段がラーミアのみとなってるんで、まあ、つむじ風が溜まりまくって倒すっていうパターンはあるんですけれども、まあ、ラーミアだけに振ってる分全部防御に回せることができるというレシピになってます。とりあえずねやっていきましょう。それではいきます。メイヤゲームズ。俺の勇姿を見せてやらないとな。さあ、お相手はククールですね。これラミア返してもいいんですよね。正直結局もう圧縮できるんで、これ全部返します。まあ、とりあえず最初は応援カードと銀のタロット、あの辺を引きたいですね。引きましたと。勝った、勝ち申した。まあ、ククールアリーナが今ね一番多分多いと思うんですけど、やっぱ最近ねテリーもね増えてきたんで、一応このデッキカミュとデスタムーア採用してます。それだけでまあ対応できるかというか、まあ奇跡だけね奇跡の剣をねカミュで一回盗んでしまえばとりあえずなんとかなるかなっていうのは今のところ体感はあるので、まあ、デスタムーアは一応他のねリーダーにも使えるので採用してます。まあ、マーニャとかね入れてたんですけどもね、やっぱちょっとテリーがきつくてバンユニットがね出ないんで、お床型のククルですね。了解。まあ、ここは銀のタロット使っていこうかな。いや、うん、使います。俺のターンさあ、お相手さん、オオサソリと。なるほど、強いね。オオサソリ、ほんと強いわ。まあ、あんまりなんだかんだね、見ないカードですけど、ククールには入っていると。どうしようかな。これ、結局、次、回復されるんで、ベビパンで、テンション上げて、一回様子見ます。一応、銀のタロット引けてるので、処理は。どうするできますけど、やっぱまとめてね処理したいんですけども、あのつむじ風がね引けてないので引いていきたい。おっと、魔将軍も入っている。反転も入れつつ床もあると。なるほど、顔面来る、顔面来るの、顔面来る。了解。それは効くぜ。何にしようかしら。どうしようかね。これ体力1にしたいけどトマト出せませんと。忍者だけ使うってのもあれだな。もったいないかな。ローテンションで一回様子見たい気もする。ローテンションいきます。この牢に送りも取るなよ。さあ、火星を頼みます。火星を頼むぞ。おっと、最強カードマドハンド引いていく。これはやべえ。こいつだけは大外れ。さあ、何を引くか。つむじ風、まあいいっすね。これで次のターン処理したいな。これ殴りません。こっちはねもう相手の HP に関しては何も気にする必要がないんで、ラーミアだけ決めれば勝ちなので、もうとりあえず相手の盤面だけ常に処理する意識を持ってやりましょう。まあ、次愚者つむじかな。なんかユニット出してほしいけど。はい、オークキング。でこれ魔将雲がな。
強いね本当に。今一番ねライバルズ界隈では嫌われてるカードじゃないですか、魔将軍も。みんな大嫌いと言ってますけども、まあ、ここは愚者つむじで一応相手の手札が4枚と、まあ、割と少なくなってきたので、もうそろそろこっちも処理カードをね切ってっていいのかなと。さあここは愚者とつむじで、まあ、ミスったら窓ハンドル当たりましょう。さあ出ていく、まあもう食らっとんで窓ハンドルで殴ります。なんとなく気持ちです。さあどうするかな。さあ何が嫌かな、グールとかあの辺も嫌ですね。まあトマトいるんでね、1にしたら攻撃力1なんで、まあ相性はデッキの相性的にはいいのかなと。まあ、正直テリー以外にはね相性もクソもないんですけど、もうこっちは処理してラーミア決めるだけなんで、まあ言うのは簡単なんですけどね、処理札の切るタイミングを間違えないように。こんだけあればね間違えてもどうにかなりそうなんで。私のターンです。グール来ましたね。さあトマトで HP1 にします。ほらほら、もう相手発狂、一匹ずつ背負っていきますから。忍者もあるし、塔も2枚あって愚者もまたあると、もう最強ですね。何が来ても返せるこの手札。さあかかってこい。ベリアル8コス出た寿司王丸、こいつもほんといやらしいカード、マジで嫌だこれ。これ殴って塔のタロットかな。何にしようかしら。塔のタロットいらねえかな。いるか。殴って塔。塔のタロット。でデスタマー出そうかな。いや、ここはキラーグース2点並びましょう。グランドクロス来るかな。さあテンション上げてどんどん回してラーミアをそろそろ引いておきたい。まあ、目安的にはデッキが10枚ぐらい、残り10枚ぐらいの時にラーミア引ければ、まあ、ちょうどいいのかなと。まあ別に引いとく分はいいんですけど、先に、まあ、デッキの底とかねあったらちょっとあれですけども、まあ、それでも別に処理さえしてれば決まるんで、もうゆっくりね。このデッキのいいとこはね、横でアニメ見ながらでもできるっていう素晴らしいデッキです。さあ魔将軍も、何が起きたか見る必要ないんでね、相手の盤面を見て、あこれとこれ背負ってってでしたいことしてまたアニメ見るっていう完璧なムービングが可能です。さあ午後風の導きから家と、でメラゴースト決めてと。もうねラーミア決めずとも勝ちそうな勢いですからね。もうデスタムを入れていきましょうか。デスタム出すならメラゴーストのところに出しとけって話なんですけども、まあ、ここはプレミということで、まあ、テリーのためだけのカードなんですけどもね。デスタムはだけは仕事します。あでも神も割と仕事しますわ。福音の杖、まあ、あとアリーナも最近黄金の爪とか入れてるタイプもあるんでですね。まあ、ピサロは少なくなったんあれですけど、まあ、とりあえずテリーだけは許さねえ。おっと、さあどうする。癒し波2発か。ユニコーンデスタムを処理つつ、取りつつテンション上げて短終了。さあここどうしようか。一回テンション見ますね。
なんか微妙な残りか、まあこっちは別にユニットいらないんでね。あ、素晴らしい、素晴らしい引き。さあここ3点与えて、敵トップを操作してからあれを使いましょう。こっちを殺して殴ってミレイユ。ラーミアをね、決めるまでもがないっていう。こっちアタッカー入ってないんですけど、なんかもうボコボコになってますね。赤ターン終了で、え、こんだけ札使ってもまだインジャーあるし、大型来ても3枚までしょれます。でどんだけ並べられてもタロット太陽で返せるし。はい、ダゴン88来ました。ダゴンククール、最強のオムツッコリ2回復78、あと6点で勝てるんですよ。つむじ風引いたら俺勝ちぐらいあるんじゃないですかね、これ。何にしようかしら。つむじ風2枚使ったっけな。さあどうしましょう。ここをとりあえず顔面いってトップ見ます。やっべ、ラーミア以外の手段で勝ったらこれ動画ならんのだが動画にならんのだが、マジか。まあ、こういう勝ち方もねできちゃうという、うん、もうそういうことにしましょう今回は。これ156待って、足りる ?589 1点足りねえな。太陽のタロット、はい、終わりですね。もう一戦いきます。もうラーミア以外で勝っちゃったんでね、申し訳ない。さあまたまたククールですね。決まらねえんだなラーミアが。ここどうしよう、全部返します。銀のタロットが欲しいね。まあさっきのククールみたいに普通に戦ってれば勝てるんで安心して。安定のみんな使うよね。これ多分あれ入ってる、聖に入ってるのかな、またテンション回してる動きですよね。さあここテンションこっちも上げていく。でさっきと同じように魔将軍も来るかなということでキラーグス後ろ置いて、次メラゴースト引くという。のにかけましょうメラゴースト引きたいよという雰囲気を出していく。さあニコス、お、そっち神引きたい。ここでのここでしかも出番ねえんだあのカード。引かない、攻撃はしませんが、シルビア使いません。ベビパンで、まあでも相手自分で殴れば回復できちゃうんでね、それがちょっと面倒ですけど、まあ、それなら殴っとく。いやでもそしたら武器の回数が減らんから殴らん。俺のターンだ。次はラーミアを決めさせていただきたい、本当に切実な願い。ラーミアを使う全てのプレイヤーが思っている、降伏するなと、負けを認めて演出を見ろと、そう思っております。いやもうこれ次決まるわ、降伏はやめてほしい。もうダメ絶対。シルビアテンションかな、かな、うん。とりあえずシルビア
打ちますね。ミレイユでもいいけど、まだいいかな。やっぱテンション上げたいんでね、常に。これが私のジャスティス。さあ引いていく。ここも2人当たるよ。何引いたらいい？別なもねえもんな。つむじも使わないし、絶対。オッケー、はい、当たります。さあ来い。さあ行こうか。まあ、クフのこのテンションスキルの腐り方、結局腐ってますね。オザオラル、これは強い。お強い。ミレイユ出すかな、返しでベホマ打ってくるかな。オッケーオッケー。ホイミからの武器殴りからのテンションスキルは打った、打つ、打っていく。うん、ミレイユテンションで相手に取ってもらう動きがいいかな。うん、まあ、ワンドローみたいなカードなんで、手が結局このちょっと人玉が怖いんで、ミレイ打ちます。さあ何を引くか。頑張って、オーラミア。さっきと違ってもうどうせ無理っていうタイミングでラミア打つんじゃなくて、なんかもうちょっと期待を持たせようかな。クソ、あと少しでみたいな。もうこの勝ち方を選べる余裕があるぐらい強いです、このデッキは。どうしようかな。どうやったら降伏されないかっていうのを考えるぐらい強いんで、このデッキ。ラーミアをもう出すか。出して、むしろこのタイミングで出すの下手だなこいつって思わせる動きをさせて揃えようかな。やっぱ邪魔になるんでね、序盤で出すと。やっぱ処理札が埋まったまま使っちゃうのはもったいないんで、結局このデッキ火力がない分全部ラーミアだけっていうのを、ラーミアに全部攻撃面は任せてるデッキなんで。え、何？出すぜ。そんな感じなら出しちゃうよ、お兄さん。さあラーミア出していく。デッキが22枚に増えましたが、ここでしっかりとまず銀のタロット打っとくよ。でミレイユで殴るよ。え、デッキ10、手札10枚ない？待って、1234567891。びっくりするぜ。ベビパン出しの、これテンション上げたら手札吹っ飛ぶな。どうしよう、どうしようこれ。だけのラーミア出すなって言ったやん、エンドで。これやばい、相手なんか出してくれ頼む。もう相手ユニット出すのを懇願するほどの強さ。さあベリアル来た、いいよ、それは美味しい。運命のワインじゃで盗む、さっきと同じ。その動きが強い、ベリアルは欲しいんですよ、回復できるからね。うん、さあここは、あ、危っ、忍者で盗みつつ、テンションで上げて、もう手札がすごい圧迫してんだよこれ。オーブで、オーブ出したらまた爆発するんで、風の導き打つしかねえんだこれ。でもこれ勝つためだから、プレイミスじゃないからねこれ。こうでもしねえと降伏されちゃうんだよ。もう今この動画撮ってるけど、これ何戦、何連勝してると思う？全部ラーミア降伏されるんだよ、出す前に。さあ、ウルノーガも、これもだってさ、もう瞬間で取れちゃうんだよ、こっちは。お化けトマト等で。あ、これででも、いい感じにオーブ出せるんじゃない？よっしゃ、頼むから耐えろ、ククール。降伏するんじゃないぞ、まだ。
お願いだ。幸福だけは勘弁していただけないでしょうか。塔のタロット、さあテンション上げとくか。お願いします、お願いします、お願いします。幸福だけやめてくださいまだやれるって。でもほらデッキ17枚だからまだ相手いけるいけると思ってるだろう。そこが俺の狙いだ今回の。さっき学習したんだ俺は。まあ普段はね勝てばいいけどね、今回動画なんでね、やっぱしっかりとラーメン引きたいですよ僕も。できるならば風の導きからのベリアル決めましょう。さあオーブを、いやローは引いておきましょうか。ベリアル出してオーブ引くかな、これテンションで引けばもう3枚だから一気に溜め込もう。5枚手札に溜め込みたい。これでオーブ引いてきたら3枚と。はい、まあ、これテンションまだ2個上がるんで次ターンもう1枚引けますね。いやーちょっと強すぎるこのデッキ。もう相手どうしようって感じでしょうこれ。完全にナメプみたいになってるけど、これはもうしゃあないんだ、許してくれ。今環境最強と言われているククール相手にここまでの余裕をかませるという、ちょマジで決まんな、これ決まんなかったらもうこれ今日はもう諦めさせてほしい。いつか生放送とかでね、機会があればやりたいと思います。落ちてない？切れて落ちてない？おいマジかよ、考えてんのそれ。ベホマとかあるやん、ほら魔性蜘蛛ベホマとか、ほらオッケーオッケー、ナイスだらけ、いいよ。そのもう動いてくれただけで今俺は嬉しい。さあ回復されて、癒しの波動、テンション上げてエンド、マジで頼むぞ。オーブ1枚だけ出して5枚一気に出すで動きがいいか。まずローテンション、さあってお手並み拝見じゃな、からのワンドロー。オーブ出すよ1枚だけ。デッキが圧迫される、じゃがめ出すわ。これ銀のタロットも出したいけど、まあ、一応出すよ。じゃあローの効果があるんで、これでテンション使うと手札圧迫なんで、おっとそこの爆弾岩はムーブ。さあこっからオーブを5枚連続で決めるのが俺の仕事だが、だがしかし相手が降伏するかもしれないというこの、いや相手まだデッキ14枚もあるから、さっき一桁だったもんな相手も、分かんないけど何を殺したらもう無理ってなっちゃうのかな。ウルノーがやっちゃったもんな。でもデスタムマとか出したら追い打ちだもんな。相手のメンタルとの戦いだからこれ。別ゲー。ああまあいいよどうでもいい、そんなことは。ベホマがきついんだよ。そうそうそう、これ魔性グマ取っとかないと、ベホマベホマベホイミベホイミホイミホイミとかされたらちょっとねあれなんで。
まあ、そんな溜め込んでたら普通にユニットでこっち殺せちゃうんで、まあ、できないんですけど。オッケー、ほら取っていきますね。よし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 、こっからこっからこっから見せてくれよ。え、いけんじゃねこれ。無理。これでテンションスキルで何引くかっていうところがあるよ。とりあえずつむじ打つ、愚者つむじ打つよ。頼むよ、やめてくれ。お前はまだ強い、まだやれるんだ。結局このターン決まんないんで、オッケーオッケー。どうしようかなこれ、つむじ打つといっか。テンション上げてオーブ出します。3個、やめて、お願い、幸福だけは、幸福だけは。あーやばい、2枚揃った、あと1枚。くー頼む、なんかゾーマとか出して、しゃこっからやぜみたいな感じになれ、頼む。お、ベホマ、ベホマか。はい、あ、ベホマ、ベホマとか無理だわ。そうや、ゴコスやった。やめて、なんかドラゴン、ドラゴン、ドラゴン、あのフォレストドラゴン、ドムリベビー。これいけっかな、ツードローで。ツードローでいけっか、これ。癒しの波動。回復するぜ。そろそろデッキが。やばい、デッキが尽きちまう相手の。時間も少なくなってきたし、さっさと終わらせるか。頼む頼む頼む。ふっ、勝ったぞみんな。降伏されるんですよマジで。もう嫌だ。はあ、決まった。皆さんにお見せできて光栄です。さあ、ラーミア様を信じなさい。この音楽一番好きですわ。いや、素晴らしいデッキでした。勝ち方、相手のメンタルをいかに大事にするかというデッキになってきましたね。これもこれ取るまでに本当、さっきも言ったけど4連勝、5連勝かな。きつかった、本当に。長かった。降伏をされない。素晴らしい。みんな約束してほしい。ラーミアが相手に来たら、降伏をしないということ。さあ、ありがとうございました。それでは、次の動画でお会いしましょう。さよなら。